こんにちは。
私たちベリーリーガールです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速ですが自己紹介させていただきます。まずはマリンちゃんからお願いします。はい、ピンク担当のマリンです。よろしくお願いします。マリンちゃん。はい、チェリーレッド担当のミキです。よろしくお願いします。ミキちゃん。はい、シーブルー担当のルッカです。よろしくお願いします。ルッカちゃん。はい、ホワイト担当ミルです。よろしくお願いします。ミルちゃん。はい、グリーン担当のさくらです。よろしくお願いいたします。さくらちゃん。はい、本日はこのドリーミーガールフルメンバー5名でパフォーマンスさせていただきます。グループの公式ツイッターとメンバーそれぞれのツイッターアカウントのフォローをよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、先日行われました、先月6月20日に行われましたユニドル2022サマー九州予選の応援ありがとうございました。ありがとうございました。たくさんの方に応援していただき、無事なんと韓国標準位1位を獲得することができました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。これからもドリーミーガール一同力を合わせて頑張ってまいりますので、応援よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは告知に入らせていただきます。マリンちゃんからお願いします。はい、告知に参らせていただきます。8月の28日の日曜日と6月の25日の日曜日にまた、同じアクラス福岡円形ホールでレッドローズさん主催のアイドルバスターライブが行われるので、ドリーミーガールから私とミルちゃんが出演します。お時間ある方はぜひ見に来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ルカちゃんとジルちゃんからお知らせです。はい、ではまず私からお知らせなんですけれども、本日サークルファンディングが行われますが、私はサークルファンディングを参加せずにスタッフという形でいますので、私にはチェキとかは取れないという形でよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。私からのお知らせで、私は一部のサークルファンディングにはフルタイムで参加させていただくんですけど、2部が開始ちょっと30分しかいられないので、私のところに来てくれるよって方はお早めに来てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、続いて3曲目なんですけど、トコナツサンシャインという曲で、もしかしたらご存じないっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、すごくポップで明るくて夏らしい、今日みたいな日にぴったりな曲だと思うので、ぜひ楽しんでいただけたらいいなと思います。この曲は私とミルちゃんとルッカちゃんとマリンちゃんの4人のユニットでやらせていただきます。それでは後半も盛り上がっていきましょう。
私たちドリーミーガールでした。ありがとうございました。ありがとうございました。